どんなアニメになるだろうと思ってたが、穏やかで味わい深い原作の雰囲気を丁寧に再現してくれてたし、あやくら10っぽい絵柄のエンディングもとても良かったね。そしてやっぱりホロは可愛い。どこまでやれるのかわからんが、今回が終わった後も続いて結婚まで行ってほしいな。名前は知りつつも内容は一切知らなかったんだけど、物騒度控えめの昨日の旅って理解で OK？ ヨーロッパ風ファンタジー世界で剣も魔法もない商人の物語。死にかけたりすることとか、それに近いレベルのひどいことになることもあるから。物騒なことになることも結構あるよこの作品。商人が人材を故郷に連れて行く旅をしながら、商業頭脳戦を繰り広げるアニメと見せかけて、商人と狼っ子がイチャイチャしてるの見て壁殴りするアニメ。まだホロ並みに大きい狼とか鹿とか熊とか蛇とか鳥とか羊いるし、喋るウサギもいる世界だから、ファンタジー要素も強めなんだよなこの作品。確かにファンタジー要素は強めではあるが、他の魔法異種族勇者みたいなコテコテのファンタジーではないという印象。